この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシングユーで教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシングユー。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今週も先週に続いて鳥羽市久崎の第八幸丸さんでのカワハギ釣りをお届けします。まずは前編のおさらいからどうぞ。来た来た来た。お、どうでしょう。お、あ、引かんくなった途中で。水面で躊躇しないでくださいよ、はい。そうなんです。この間水面で何回かバラしたんで、ね、はい、出た。だいたいこれ。ベラです。安定のベラ。どうでしょう。いやー。もう自信がなくなっちゃってて。やっぱり、はい。ね。本当にベラもいろんな色がいますよね、はい、カワハギの釣り方として基本的には何パターンぐらい誘い方って覚えとけばいいですかね。そうですね、言うと無限なんですよ。あ、なるほど。だいたい基本は、うん、まあ、誘って止める、はい、でこれを基本に、まあ、ステイの時間を長くするか短くするか、うんうんうん、あとちょっとゼロテンションをもっとマイナステンションにしてみるかとか、買わせるってことですか、うんうんうん、だからもう釣りながら自分で見つけていくっていうところじゃないですかね、はい、わざわざ誘ってる時ってなかなかやっぱりカワハギも餌に食いつけないんで、うんうん、やっぱ止めたタイミングですって襲いかかるんで、はい、ここのポイント全然当たらないですね。当たんないですね。いろいろ遊んでくれてます。止まったんじゃないとかなんで。止まったんじゃない。ほら、おー、さすが。あ、いいサイズです ね。素晴らしい。はい、なんとか黒の末の1枚です。今どんな感じだったんですか。今もね、ちょっと長い時間止めてました。あ、ステイは長くですね、うんうん、おー、もうゼロテンションでステイさせてたってことですか。そうです。なるほど、よかった。そのサイズがいるんですよ。ほら、他取られてないですもんね。本当ですね、うん、まあ午後ができたらもう少し釣りたいなって。お見事です。はい、ありがとうございます。ベラ10、カワハギ1って感じですかね。なるほど、もうベラを何でも釣ってしまおう。ここで周期より抵抗がない反射シールをつけてみます、うんうんうん、もしよかったら、はい、ね、その時は貸してください、はいはい、何でも真似します。はい。あー、もうサイズアップ。これだけカワハギじゃない、ベラ釣ったらそろそろカワハギになってもいいんじゃないでしょうか。またでかいな。やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。やりました。いい方、ぼちぼちサイズですね。やっぱり下の針に食ってますね。そこの方にいるんですかね。やりました。まず本命。お、来た。ダブルイットか。どうだ。おー、小型だけど。お見事。なんかこれ目立たせのカワハギ。ちょっとサイズだけ買っちゃいました。全然違うじゃないですか。いやいや、でもやっぱりいますね。そうですね、うん、ちゃんと良かった良かった、はい、どんどんこう追加したいと思います、うん、タックルの紹介をお願いします、はいはい。
まずですね、はい、P ラインですね、こちらね、はい、X ブレードさんの新製品で、はい、シンジの X9 という、で特徴はですね、はい、通常8本寄りなんですけど、はい、9本寄りです。おー、珍しいね。1本に、はい、後の8本を編み込んであるんで、ああ真ん中にいいですね、はい、で非常に強いコーティングをしてあるんで、今までのね、はい、P の弱点、水は全く吸い込みにくくなってます。いいですね、はいはいはい、ってことは、はい、まあ強度もアップ、感度もアップということで、このカワハギとかヒトステリアみたいな軽いね、重りの釣りには適してるんじゃないかなと思ってます。で、あとリーダーはですね、レッドオーシャンの4号、はい、これも1メーターつけております、はい、分かりました。でロッドはね、はい、もうカワハギ専用竿、はい、で3本針で、針はね、はい、餌はあさりで、針は 7.5 号っていうのをつけております、はい、うねりがまだまだありますが追加しますよ。さあ次こそそろそろカワハギタイムに。なんだダブルそんな2匹も釣らなくてもいいですよそろそろ来い。よー、お出たー、カワハギです。ありがとうございます。よかった、おめでとうございます。ありがとうございます。肩揃いで釣れてくれます。ナイスサイズだ。いい方ですよね、ぼちぼちですね、あら、3回目さあどうだ、3回目の食い直しやる気があったな。こんなに追ってくるってことはカワハギちゃいますかね。おお、やった。3回目のね、ほら、上2つないでしょ。本当だ、やる気あるやつ。みんなこうだといいんだけど、ね、本当そうですね。やっぱり集まってないっていうのもあるんでしょうね。なんですか ねでもいいサイズ、このくらいのがお見事これはいいですね。ようやく釣れた。もう今や0.8で十分です。ですね、強いですしね、やっぱり水切りがいいし、はい、感度もいいし。じゃあこの写真もの実は根掛かりをしていて外したらついてました。いやスーパーテクニックなんということ。これまたいいサイズですね。ありがたい。まあベラもやっぱいますね。もうそれはもうつきもんですからですね、よかった、根掛かり外せてよかったです。でも重りほどどっか行っちゃった。あ、本当だ危な危なかった。どこ行っちゃったんですかね。やられました。でも本命ゲット。おー、やった。おー、ずいぶん久しぶりだね君はって感じですね。テクニカルですけどさすがです ねよかった。餌がもう他の餌がなくて、はい、最後のなんかかけらを食ってきたんじゃないかな。一回ねバレたけど捕まえました。すごい、私もかかってるけどなんか私は狙ってたいです。いい気持ちだ本物です。本物です。いるんですね。まだいますね。うわ、いよいよ夕方のゴールデンタイムかな。やった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 。おー、見事に最後を飾って、はい、もう1枚頑張ります、はい、やっと久しぶりに来ました。カワハギです。いいですね。もう多分ラストカワハギですね。まだまだ絶対いけます、まだ行っちゃってください。 あと20分肩揃いのカワハギに楽しませていただき、そろそろ納棺です。さあ港へと戻ってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかツンデレなカワハギたちでした。そうですね、ちょっと厳しかったですね、うねりもあったりしましたけど、はいはい、気を使わ
せていただいた、はい、シンジ X9 なんですけども、はい、あの本当に水切れも良くて、はい、感度もいいですよね、はい、あの理想的な、ね、うん、P ラインとなっております。使っていただいて、はい、カワハギ釣りいろんな釣り楽しんでもらいたいと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。カワハギ釣りはまだまだ楽しめます。ぜひシンジ X9 でキモパンカワハギを狙ってみてくださいね。フィッシングユー松坂店から松坂周辺でシーバス76センチをキャッチ。ただいま大爆釣セールを開催中。お買い得品をはじめ竿、リール、仕掛けなど釣りが楽しめるアイテム目白押し。大人気企画、超豪華景品が当たるレシート応募企画や中古釣り具高価買取キャンペーンも開催中です。ぜひご来店くださいね。紀北町レンタルボート N テックマリンから吉川さんグループ、アオリイカ、カワズも釣れています。川尻さんほか塩に大門旗もキャッチ。坂本さんグループ、アオリイカ、カワハギなど美味しいお魚を釣られています。魚種豊富に釣れていますよ。千賀フィッシングパークトリトンから釣り堀のお客様がシマアジやマハタ、そしてイサキも二桁超過です。釣り堀では手軽に楽しめる2匹釣りも人気ですよ。イカダでは伊藤さんがチヌ45センチまでを10枚の超過。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりです。元浦と千吉川から竿、餌、バケツなど釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプランを実施中。都線のお客様へのお弁当を販売しています。お食事処吉湯水産の営業時間は平日、土日、祝日ともに11時から21時、要予約となっています。ご来店お待ちしています。月間プレゼント、釣り券よりちょいかごセットを3名の方に、フィッシングユーよりちょい投げスターターセットを1名の方に、明豊化学工業よりインナーストッカー BM35S を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる。世界はつながっていること。地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。